ホワイトハウスにて、ジョセフリー・バローは、アメリカ合衆国アイオワ州、エイムズ出身のアメリカンフットボール選手。ポジションは、クォーターバック。NFL のシンシナティ・ベンガルズに所属している。アイオワ州、エイムズで生まれる。父は、カナディアンフットボールリーグを中心に、NFL のグリーンベイ・パッカーズにも在籍し、引退後は、カレッジフットボールのコーチを務めた、ディフェンシブバックのジム・バロー。 祖父も二人の兄もアメリカンフットボールをしていた家系に育つ。生まれた当時、父はアイオワ州立大学アメリカンフットボールチームのコーチを務めていた。その後、父の遺跡に伴い、ネブラスカ州やノースダコタ州ファーゴを経て2005年にオハイオ州アセンズへ転居する。6歳の頃、父が ネブラスカ大学リンカーン校のコーチとして参戦していた2 0 0にローズボールを観戦したことをきっかけにアメリカンフットボールを始める。他の家族はディフェンスをしていたのに対しバローはクォーターバックをすることになった。オハイオ州ザ・プレインズのアセンズ高校では学校初となる7回のプレーオフ勝利に貢献するなど好成績を収める。なおバローのベンガルズ入団後 学校内のフットボール用スタジアムは、ジョーバロー・スタジアムと命名された。大学は、オハイオ州立大学へ進学し、徐々に試合に出場していたものの、後にはシントンフットボールチームに入団するドエイン、ハスキンズの活躍もあり、レギュラーになれなかった。そのため、2018年5月20日に、ルイジアナ州立大学に転校する。LSU では、移籍直後から、 先発 QB として活躍し、翌2019年には15試合で5671ヤードや60タッチダウンだけでなく、レーティング202.0の新記録を受立するなどの高成績を残し、カレッジフットボール史上初となる全勝優勝を果たした。また、その年のハイズマン賞にも選ばれた。大学時代の通算成績2020年の NFL ドラフトは、 新型コロナウイルスにより、社会距離拡大戦略のため t v 会議で行われた。バローは、地元オハイオ州を本拠とする、シンシナティベンガルズに、全体1位で指名された。また、ベーカー・メイフィールドとカイラー・マレーに続いて、3年連続ドラフト1位指名は、ハイズ・マンショを受賞した、クォーターバックの選手で、いずれも転校経験のある選手となった。 2020年7月31日に4年3610万ドルで新人契約を結んだ。9月13日のチーム開幕戦となるロサンゼルスチャージャーズ戦で初出場するもチームは13から16で敗れた。第4週のジャクソンビルジャガーズ戦にてプロ入り初勝利を挙げた。しかし、第11週のワシントンフットボールチーム戦で ACL 断裂の大怪我を負い、 シーズンエンドとなった。1年目はパス404回中264回成功、2688ヤード13タッチダウンインターセプト5回という記録であった。レギュラーシーズン、ありがとうございます。